あ、ごめんください。あ、はいはい、すいません。あ、すいません、ちょっとあの、ごめんなさい、今ちょっとこの不動産屋でちょっと事件が起きまして。え、あの、私、刑事です。あ、すいません、今ちょっといろいろなんか事件があったみたいで、ちょっと今調べさせてもらってるんですよ。あ、そうですか。あ、普通に不動産屋に来たお客さん。あ、部屋探しに来ただけなんですか。あ、そうなんですか、はい、ごめんなさい、今私刑事で、今この不動産屋とかちょっと席外してる状態で。あ、そうですか。この人がまた事件に関与してるっていう可能性もあるんです。あ、わかりました。はい、やめときます。いや、あの、嘘です、嘘です嘘ですよ。はい、僕料理研究家なんですよ。あの、今度ね、料理スタジオをね、嘘、はい、料理スタジオを賃貸で借りようと思ったんですよ。あ、はい、で、不動産来たんですけど、不動産おっさんもらいますわ。あ、お客さんってことですか。先客、先客。事件な、あ、ないですか、なんも。あ、ない、びっくりした。あ、そうそうそう。なんなんすか、それ。いや、僕ね、料理研究家やってて。あ、そうなんすか。で、料理教室を開こうと思って、ね。あ、まあ。何個か開いてて、で、新しい料理教室を開きたいなと思って、そういう物件ないですかって来たんですよ。ほんならおらんから。今言ってはれんのかな、じゃあ。はい。はい、嘘です。ミュージシャンです。え、知りません、僕のこと、ミュージシャン。え？はい。どういうことですか？嘘？はい。ミュージシャンです。わかんないです。はい。誰ですか？え？知らないですか？僕。なんか、一緒。タツ。タツ？はい。タツです。タツ？はい。いや、実はね、僕もともと下積みなかったんですよ。はい。どういう字ですか？タツ？はい。タツに、ひらがなで、ツーです。はい。タツって思います。はい。すごい名前です。はいはい。タツってタツ？はい。いや、でね、下積み長くてずっと家賃3万やったんですよ。ああ、そうなんですか。で、僕今回ね、ちょっと売れたんですよ。で、あ、そうなんシングルが。あ、調べてみます。いやいや、売れた人はオリコン20ぐらいですよ。いや、すごいじゃないですか。いや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 。調べて、ちょっと曲いきます。で、ちょっと家賃上げよう思って、新しい家借りよう思って来たんですよ。あ、なるほどなるほど。どんなのおらんかったんですよ。ああ。はい、いや、選曲です、自身。タツですね。タツさん。はい。わかりました。ちょっと調べて曲を聴かせてもらいますね。嘘です、嘘です。不動産屋です。はい。どうぞどうぞ、お座りください。はい。ムカムカするわ、なんか。なんか、胸くそ悪いねんな。どんな物件をお探しですか？胸くそ悪いな。どんな物件をお探しですか？あー、やめよ。楽しかったでしょ？やめる。不動産屋、信頼関係大事やから、一回楽しまさせてあげんと。いや、信頼関係崩れますよ、そんなことされたら。エンターテインメントとして楽しかったでしょ？いやいやいや、ムカムカします。エンターテインメストなんで。なんですか、それ。エンターテインメストって。エンターテイメストですよ。いや、聞いたことちょっと。エンターテイナーって他の不動産屋探します。ここでもいいでしょう。いや、いいです、いいです。なんかムカムカするんで。ずいぶんと味濃いもん食べたんでしょうね。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、え、タツのデビューシングルよかったら聴いてください。座る。ジャルジャルタワー。